生前は、中国ハルビン市出身の女優、ファッションモデル。1988年国立交渉ハルビン市生まれ、2008年ショートムービーに出演後、2012年10月15日にテレビドラマデビュー。日本に留学経験もあり、ドラマ、日本酒では、日本軍国を演じて、第2回横天下下施設文酒賞で、最優秀女演女優賞を受賞。 2015年年末公開のネットドラマ、大使秘境総局の大ヒットで、主役を演じた無名の超前は芝叩く間に、人々の記憶に深く残る女優となった。ドラマでの彼女は、時には女性そのものの優しさを見せる一方で、男性のような、宝刀な一面も見せ、その宣伝された演技は、驚異的なスピードでファンを増やし、ネットユーザーから、新たな時代の、 国民的旦那様と呼ばれることとなった。2017年、日中合作映画、空海空海から、美しき王妃の謎で、主演の染谷翔太をはじめ、安倍博士や松坂恵子と共演した。チャンティエンアイ。ダットブ。2017年2月10日閲覧。2015年大ブレイクした若手女優たち。人民も日本語版。2017年2月10日閲覧。中国ドラマ。 大使非競争曲ラプソリ。ポニーキャニオンニュース。2017年2月10日閲覧。美しすぎる90年代生まれの美少女10人。中国網日本語版。2017年2月9日閲覧。ありがとうございます。